よっと。ど。どこ、ここ、洞窟、のようですね。さっきと全然景色が違うわ。この緑の地面。サイバースフィアというよりも、イラジエイテドのような環境になっているようです。ということは、さっきとは違う惑星に来ちゃったってことかしら。その可能性は高そうです。てか、今私が乗ってるのって、テレポーターよね。いつもの形と全然違うから気づかなかったけど、テレポート元からも考えて、プリカーサーが意図的に設置したことは間違いないものと思われます。一体、なんでこんなところにテレポーターを置いたのかしら。さあ、見当がつきません。この洞窟、奥に続いてるみたい。もしかして、この先に何かが、あってもおかしくはありませんね。探索する価値は十分あると言えます。なるほど。よーし。危険かもしれないけど、奥に進んでみるわ。気をつけてください。今まで以上に、何が待ち受けているかわかりません。オッケー。慎重に行くことにするわね。ねえ、サリー。左下に見えるのって、間違いなく、プリカーサーの構造物ですね。ということは、ここにはプリカーサーさんたちが住んでたのかしら。ここからだと規模がわかりませんが、テレポーターが置かれていたことも踏まえ考えると、何か重要な施設なのかもしれません。ふんふん。もしそうなら、何か使える技術があるかも。そうですね。隅々まで探索してください、船長。もちろん、任せておいて、サリー。うわぁ、あれはいつぞやの。もう、急に出てこないでほしいわ。やはり気持ち悪い。うえぇ、船長、もしプリカーサーの施設にシャワーがついていたら、そこで体を洗ってから帰ってきてください。お願いします。シャワーなんて、プリカーサーさんたちは使ってたのかしら。見つけてください。そう言われても。それは置いといて。この黄色い水晶、綺麗だわね。光ってるけど、何の結晶なのかしら。スキャンの結果、ルナリクリスタルであると出ました。私たちはクリスタリンの惑星にて採掘しましたね。確か、地面が水晶のところだったっけ。今思えば、あの惑星で初めてプリカーサーさんの痕跡を見つけたのよね。そうです。しかしこの洞窟のルナリクリスタルはかなり大きいですね。大量のエネルギーを中に閉じ込めているようです。エネルギー？プリカーサーさんたちの技術って、もしかしたらルナリクリスタルからのものなのかしら。おそらく、クリスタリンに痕跡があったのも、ルナリのためだと考えられます。拠点に帰ったら、ルナリで何か作ってみようかしら。と、この扉、開かないわ。衝撃に対する脆弱性を扉から検知。爆破などによりこじ開けることが可能のようです。なるほど、やってみるわ。おお、うまくいきましたね。よし、前に進めるわね。エレベーター。ここが、この施設への入り口でしょうか。宝箱が置いてあるわ。何これ。解説してみます。なんと、これは、何これ、プリカーサーのデータディスクですよ。データディスク？はい、どうやら、ものすごい量のプリカーサーにまつわるデータが入っているようです。それってすごいじゃない？内容は、不明です。全く何もわかりません。ちょっと、どういうこと？データが入ってるのよね？それがですね、中身が全部プリカーサー語で書かれているようでして。あ、そういうこと？はい。ちょっと興奮しすぎていました。すみません。大丈夫よ。持ち帰れば、好きなだけ解析できるでしょ。そうですね。中のデータについては、船長が帰ってきた後に確かめることにしましょう。よーし、下に続く道も見つけたし、探索、続けるわよ。また赤い扉だわ。どうやら、これが施設への入り口のようです。なるほど。侵入開始ね。あ、これでも開くのね。知りませんでした。ピピピって音。プリカーサーの侵入者撃退システムが動作したようですね。あのドローン、やっぱり防衛用だったのね。やはり、プリカーサー製のドローンは現在のものと比べかなり高度ですね。これだけの時間が経とうと、異常なしに動作するとは。そうね。一体、この先に何体のドローンがいるのかしら。わかりません。前には常に気をつけつつ進んでいきましょう。オッケー。
ここはまず、上に登ってくのが良さそうね。うわぁ、これ、消える足場だわ。ああ、クルーが一人、鉄の海の中に。どうしよう。上まで一気に登ってしまいましょう。クルーとの距離が離れれば、ワープしてくるはずです。ふう、よかった。どうにか助かったみたいね。鉄人形になっていないようでよかったです。さて、右に続いてるみたいだけど、上にも何かありそうな感じ。先に上から行くことにするわ。落ちないように気をつけてください。落下死の危険性もあります。足滑らせないようにしなくちゃね。あ、宝箱。あれ。この武器、さっき手に入れたわよね。全く同じもののようです。何か新しいのが欲しかったけど。船長。前方に道の物体を確認しました。道の物体、それです。部屋の一番端にあるその球体です。本当だわ。何かしらこれ、アイテム、でしょうか。取れるかしら、取れました。一体、これは。船長、新たなテックを認識しました。テック、これが、はい。どうやら、プリカーサー製のテックを私たちは見つけたみたいです。わ。そうなの、はい、試してみてください。変わった気はしないけど、どれ？おお、私、どうなってるの？船長、すごいですよ。すごく小さくなってます。小さくなってる。私今、スフィア状態なのね。目線がいきなりすごく小さくなっちゃったから混乱したわ。まさかプリカーサーがスフィアテックを開発していたとは。しかも、こんな細かな、プリカーサー製の小型スフィア。名前は、プリカーサーマイクロスフィア、といったところでしょうか。すごいわね。こんな隙間にも入り込めちゃうわ。他にも、壁に張り付くことができるようですし、爆弾を仕掛けることも可能のようですね。それで、この狭い道はどこに続いてるのかしら？あれ、戻ってきましたね。入り口の方に、なんだったの？先ほどの部屋は順路ではなかったようです。なるほど。でも、すごいの手に入れちゃったわよね。ですね。これからの旅に役立つこと間違いなしです。よし、じゃあこっち方向に進んでくわ。いや、あのロボットは洞窟にもいましたが、ここのは強化がなされているようです。爆弾なんて撒いてなかったわよね。何かが動いてる。人だわ。サリー、人がいるわ。本当ですね。でも、なんか変な格好してるわ。それに、武器も持ってるし。道の種族。まさか。サリー。いやしかし、彼らは絶滅したはず。いえ。違いますね。そう考えられているのは、その姿を観測した情報が一つもないという理由からだけです。それに、こんな高度な技術を持った種族が、簡単に全て、滅んでしまうなんてことは、よく考えればありえない。私たちはそのことにもっと早く気づくべきでした。サリー、どうしたの？船長。今、私たちの目の前にいるのは、プリカーサー。私たちが追い求めてきたこの古代文明を築いた、その当事者かもしれません。あの人たちが、プリカーサー。これもまだ推測でしかありませんが。近づいてみたらもっと何かわかるかしら。待ってください。戦闘、うわ、撃ってきた。この、はぁ、いきなり撃ってくるなんて。船長、彼らが歓迎ムードでないことは道中のセキュリティの状態で分かっていたことですよね。そうね。ごめんなさい。でも、プリカーサーも人型の種族でしょ。だから、もしかしたらどうにかしてコミュニケーションできるかなって思ったのだけど。なるほど。確かに、これほどの文明を持つ彼らなら、少しは異種族に対し興味を示してもおかしくありませんね。でしょ。でも、先ほどのプリカーサーは、船長を見てから引き金を引くのに迷いが一つもない様子だった。そう？いくらなんでも、敵とみなす速さがおかしいわ。話せるかもしれないのに、知的で強大な種族であるはずの彼らが、このような行動をしているとは。何か、理由がありますね。進んでいけば、わかるのかしら。
この施設に何か守るべきものがあるというのは大いに考えられますね。何度もになりますが、慎重に進んでください。船長、オッケー、気をつけるわ。ほら、よし、じゃないわね。あのドローンがお出迎えしてくれてるわ。下に新たな道が開いたようですが、そのまま進むにはドローンがとても邪魔になりますね。出たら、一気に落とすしかないわね。よし、今よ。ふう、楽勝ね。それでは、進みましょうか。そうね。変身、シュ、便利ですね、そのテック。そうね。というか、これがなかったら進めなかったわ。これからの潜入調査でも役立ちそうです。さて、これはエレベーターみたいね。うん、あっちに何か見える。塞がっていますね。どう行くのかしら。さあ、まだわかりませんね。ここも閉じてる。覚えておきましょう。後で来ることになるかもしれません。それじゃあ、こっちに進むしかないわね。人感センサーらしきものが見えます。こちらは大丈夫そうですね。あんなところにロボットが、撃ち落としときたいわね。って、弾が曲がって当たらないわ。その紫のフィールドが重力を歪めているようです。さっきも見たけど、そんな装置だったのね。これ、ロボットもその影響で浮いているのだと思います。倒せたわ。やっぱり、機械には電気ね。ふわぁ、すごい、変な感じ。楽しそうですね。欲しいけど、持っていけないのが残念だわ。そういえばここ、部屋の中にしては随分と開けてるわね。って、あそこにいるのは、プリカーサーと思わしき種族ですね。一体、ここは何のための部屋なのかしら。内部の様子が確認できればいいのですが、それなら、中に入って探ってみるわ。気をつけてください。どう？あ、壁だった。落ち着きましょう、船長。そうね。あの人たち、何してくるかわからないけど、気を張り詰めすぎるのも良くないわよね。冷静に分析しましょう。彼らの持っている武器は基本的に放射属性のようですね。この洞窟に来る前にあった宝箱の銃も同じ属性だったわよね。はい。プリカーサー製の武器。彼らは見事に使いこなしているように見えます。そうね。やっぱり、あの人たちがプリカーサーなのかしら。うわ、危ない。突撃。ここ、さっきよりもあの人たちが多いみたいだけど、一体何のための部屋なのかしら。あくまでも予想ですが、今船長がいるのは、彼らの宇宙船の内部であると考えられます。宇宙船、なんでそう思ったの？まず、モニターやコンソール系の機械が多くあり、左側に人数分のシートも存在していたことが一つ。そして、この内部に侵入する前に船長が言った通り、ここの空間はかなり開けている、というのが二つ目です。開けているのが理由なの？はい。この大きな空洞は、この船のための発着場ではないかと。先ほど船長が重力フィールドにて登ったところは、宇宙船に搭乗するためのドックのように見えました。言われてみれば確かに。あそこの下の方、スカスカだったものね。でも、なんでこんなところに宇宙船があるのかしら。洞窟の中なんて、不便じゃない。まあ、そうですね。この船は小さくはないようですし。なぜでしょうか。謎は深まるばかりね。って、サリー、ここに新しい本が。おお、素晴らしい。回収お願いします。この本たちが読み解ければ、この大きな遺跡についてもわかるかしら。翻訳してみないことには。しかし、文書として残されているほどですから、重要な内容であるのは間違いないかと。なるほど。とか言って、プリカーサーさんたちの刺繍、とかだったりしないわよね。そうであったら拍子抜けですね。わぁ、宝箱いっぱい。貨物スペース、にしては奇妙な場所にありますね。お宝、お宝。あ、もう一つ本が入ってたわ。思ったよりも文献の数が多いですね。まさかこんなに入手できるとは、船長、やりましたね。えへへ。ああ、早く内容について知りたい。船長、無理は100も承知ですが、じっくりと、そして素早く探索を続行してください。素早く、はできるかわからないけど、了解よ。さて、あそこの中は全部見て、帰ってきたところね。
右の部屋が空いてますね。ほんとだわ。個室みたいになってるわね。けど、あまり目星いものはないみたい。綺麗な水晶はあるけど、取れないし。船長、そのルナリ、電力を貯めれるように加工されているようです。バッテリーになってるってことなのかしら。もしかして、私たちが前見つけた設計図って、あれの、であると思われます。なるほど。作るのが楽しみね。よーし、上に参ります。ここは開いてない、と。むむ。そこの溝、開いていましたね。マイクロスフィアで入れってことね。よいと、潜入。また怪しい入り口ね。中が暗くなっています。足元に気をつけて。うわぁ。なにこれ。これは、研究施設、でしょうか。リサーチをするための機器に似ています。リサーチのための機器なんてあったの？あ、そうでした。船長は作成の機械がありませんでしたね。この世界には、リサーチポイントをより早く獲得するために、アイテムからポイントを抽出する機器が多数あります。へぇ、そうなのね。今後作成することになると思われます。で、目の前の機械はどうもそれらと同じ構造をしているようなのです。なるほど。プリカーサーさんも、今と変わらない手法で研究をしてたってことかしら。未だに得体の知れない彼らですが、こうしたものを発見すると、現在との共通点も多くあるように思えますね。ああ、こっちは明るいわね。敵が見えるのは助かるわ。あの、すみません、船長。どうしたの、サリー。てか、声小さくない？はい、そのことなのですが。どうやら、この施設内のコンピューターが通信に干渉しているらしく、奥に進めば進むほど、その度合いが強くなっているようです。どうにかできないの？通信は途切れないよう努力していますが、それでもそのうち切れてしまうでしょう。残念ですが、原因がこちら側にない以上、どうしようもありません。そんな、それじゃあサリーがこの遺跡を見れないじゃない？そうですね。非常に口惜しいことではありますが、しかし、大丈夫です。信頼できる船長がいい報告を持って帰ってきてくれることを、私は信じていますから、サリー。ということですので、これから私が反応しなくなるかもしれませんが、その時は何も気にせず探索を続行してください。わかったわ。ちゃんと探索するから、待ってて、サリー。さて、今のスイッチで、こっちが開いたみたいね。また暗くなっているようですね。周りにはどうか気をつけてください、船長。わお、ビームトラップだわ。けど、なんだか無茶な感覚じゃない？あれ、隙間が細かいですね。くぐり抜けるには普通がいりそうです。むむむ。うわ、てかそうよ、こうすればいいじゃない？マイクロスフィアはこういった場面でも活躍するようですね。ふう、なんとか抜けれて、下の方も見てきたわ。特に何かあったわけじゃなかったけど、おっと。エレベーターと爆破できるドアですね。まずドアから。ジャキーン。コンソールが置いてあるだけかしら。とりあえず起動っと。さあ、降りてくわよ。感謝。見なくなっているようです。サリー。反応。意識してください。サリー、大丈夫。ダメみたいね。心細いけど、サリーはこのまま進めって言ってたわ。進まなきゃ、サリーは下がどうとか言ってたわね。もしかして、何か調べるべきものがあったのかしら。そうだったら、探索しないわけにはいかないわね。このハッチ。どうやら、ここから下に行けるみたい。とう？超危険。下。10。サリー、まだ通信できるの？って、なになになに？なんなのよ、あれ、ロボット、でも、明らかに根拠そこらのドローンじゃないわ。いた！何よ今の爆発、ちょっと激しすぎじゃないかしら。落ち着くのよ、私。サリーがいないのだから、私が冷静に分析しなきゃ。まず、相手はロボットね。ビリビリする弾を撃ってきてて。突進をしてくる、と。なーに。驚いたけど、結構単純じゃない？ロボットだからきっと電子に弱いはずだわ。仲間が引きつけてくれてる間に電子ニウムの弾を打ち込み続ければ、勝てそう。
うん、いいダメージ。じゃあ、接近すると痛いわね。クルーさんごめん、ちょっとだけ耐えてて。うわ。ゴムみたいなのが置かれてたのね。よっと、危ない。よし、もう少しだわ。これで、とどめよ。ふう、勝てた。とんでもないものがいたもんだわね。というか、何よこの大きな機械。どうやったら、こんなのを作ろうと思えるのかしら。サリーヘの報告は必須ね。こっちのもまた大きな機械ね。なんだかちゃんとしたストレージがついてる。もしかして抽出機器だったりするのかしら。今はわからないわね。あ、テレポーター、だわよね。ということは、ここがこの施設の終点ってことかしら。ふう、すごいところだったわ。見たことない不思議なものばかりだったけど、プリカーサーさんたちがどんな種族なのか、ちょっとわかったかもしれないわ。それでもまだ疑問だらけだけど、プリカーサーっていう種族が本当にいたっていう証拠が見つかっただけで、今回は十分よね。さて、帰らなくちゃ。サリーが報告を待ち遠しく思ってるはず。ただいま。船長、怪我はしていませんか？頭は大丈夫ですか？頭？大丈夫だけど。どこも悪くなったりしていないですね。健康に戻ってくることができたわ。そうですか。よかったです。船長が下部へと進んだ際、急に通信状況が悪化しまして、何かあると思い警告をしたのですが、ちょうど切れてしまってずっと心配でした。ありがとう、サリー。ギリギリ聞こえてたわ。そうでしたか。それはよかったです。それで、あの下には何かあったんですか？とんでもないのがあの下にいたわ。とんでもないもの？詳しく聞かせてください。それはね